さあ寺谷一樹の医療どうなる、7時32分回っておりますけれども、大阪府保健医協会の提供でお送りするコーナーでございます。今日はね、まずお便りからご紹介しましょう、はい、神戸市東灘区にお住まいの60歳の男性の方。医療崩壊云々と言われてますが、なぜこのような事態に陥ったのか検証してください。表面的な病床数の状況報道とか感傷的な報道より、原因分析とあるべき医療制度を論じてほしいです。緊急事態宣言が延長となり、その背景に病床逼迫、つまり病院のベッドが足らない、患者を受け入れられない状況が続いていることが大きな要因となっています。なんでこんなことが起こっているんでしょうか。さあ今日も大阪府保健医協会副理事長で大阪市旭区で開業されています宇都宮武弘さんにお話を伺いますけれども、宇都宮先生おはようございます。おはようございます、医療崩壊っていう言葉ね、本当にしょっちゅう耳にしますけども、さっきのお便りすごいこう本質ついてます。先生どういうふうに思われますか。はい、まあ、これまでの病院がコロナ患者を受け入れないとか、クリニックはもっと発熱外来や検査をするべきだという報道に対しまして、はい、我々大阪府保健医協会などその他いろいろな医療団体が調査した結果をもとに、医療現場の実態を伝えることでこうした論調はだいぶ変わってきたかなと思います。はい、ではなぜこういう状態になったのか、まず今月の25日にですね、財務省の財政制度等審議会の建議というものの内容を紹介したいと思うんです。はあ、国の審議会ね、国はこの状況どういうふうに見てるんですか。建議には今回の状況に至った背景は、日本は病院が多くあって病院のベッドの数も諸外国と比べると多い、うん、ただその数に見合った医師看護師がいないから、日本の医療体制の脆弱さが明確になったというふうに原因を分析しているんですね。要するにお医者さんと看護師さんが足らないって言ってるわけですよね。はい、普通はそういうふうに思いますよね、うん、でも国の方はそういう考えではないんですね。どういうことなんですか。医師など、医療に従事する人が散在している、まあ、散らばっているというのが原因だと言ってるんですね、うん、国はそもそも医師数は多いから減らせの一辺倒でずっとこの間言ってきました。うん、病院の数と看護師さんの数をですね、多く配置するベッドが、これが、多すぎるというふうにずっと言ってるわけですね、うん、で都会は足らない、一方地方は人口が少ないのに医師看護師は都会の病院と同じくらいの配置でいいのかと言っているわけなんですね。つまりは地域差って言われるもんですよね先生ね。そうですね、国は病院の配置や医師の配置でこの地域差の是正を強く求め、先ほど言った地方に今ある病院は必要なのか的な論法で、日本の病院と医師数を総数で抑える政治を進めております、うん、コロナ患者の受け入れで重要な公立公的病院の統廃合も打ち出しています、うん、つい最近国会で病院のベッドを減らして医師不足には労働時間を過労死ラインの2倍まで伸ばすことを容認する、そういった内容の法案が可決されてしまいました。ほう、これだけ医療現場が大変な時に病院のベッドを減らし医師に死ぬまで働け的な法律をこれ決めますかねって話なんですね。そうですね、はい、うん、私はこうした施策が今回の患者さんを受け入れられない病院が出てくる背景だと思ってるんですね。まあ、国はねベッドとか医師数を減らせば増え続ける医療費を抑えられると考えてますよね、はい、で医療費の問題確かに考えないといけない問題だと思います。でも人の命を地域差で考えるのはどうかなっていうね、うん、今回医療崩壊って言われてるのは明らかに重症患者を受け入れる ICU が海外に比べてとても少ない、あと人工心肺のエクモにしても数だけではなくて扱う医師が足らない、そしてこういう問題もあると思いますけどもね。はい、今回の原因は通常の医療を維持してちゃんと地域医療を守りながらコロナ患者さんを受け入れるだけの医療体制というものが日本にはなかったという点にあると思うんですね。うん、病院だけではなくて電話がつながらないって言われている保健所も国の方針で減らしてきたわけですから。そうですね、はい、うん、なので今回の教訓を生かすためにもまず今まで進めてきた方針について反省を促したいなと思っております。
わかりました。またこの問題、機会あるごとに詳しく教えてください。先生どうもありがとうございました。さあ、医療どうなるのコーナーにも皆さんの質問ご意見どんどんお寄せください。ファックス、メール、おはがきの宛先をあっきんお願いします。まずファックス番号 078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 そしておはがきは郵便番号650-8580ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療どうなるのコーナーに頂戴したメッセージから抽選で毎月5人の方に大阪府保健協会さん特製1000円分のクオカードを差し上げております。あとファックスメールは今日のプレゼントの当選にもね、これ有効ですしね、はい、おはがきの方は月間プレゼントの応募にも使えますから、うん、ダブルチャンスにもなります。今日のメッセージテーマはもう少し…どんどんお寄せください。番組へのご参加をお待ちしております。